八海は、ロシア北西部に位置するバレンツ海の湾である。バレンツ海の最南部に位置し、西岡レリア、北をコラ半島に囲まれている。多くの湾があるが、主な湾は、コラ半島を形成する北のカンダラクシャ湾、オネガ川が流れ込む南のオネガ湾、北ドビナ川が流入しアルハンゲリスクの町がある、ドビナ湾、湾の東の入り口付近にあるメゼン湾など、 北緯65度付近と高緯度にあるため、陶器には氷結する。八海の南東岸には重要な港として、アルハンゲリスクがある。アルハンゲリスクは、ロシアの国際交易の歴史の中で重要な存在であり、ロシアが18世紀にバルト海に進出する前はロシア唯一の海港として、西欧や北欧との貿易で栄えた。近代も、ポモールラによる、 ノルウェー北部との交易、ポモール貿易が行われた。クリミア戦争でロシア軍を攻撃するために英国艦隊が派遣され攻撃されたこともある。アルハンゲリスクは後にソ連海軍の重要な拠点かつ潜水艦の基地となり、現在でもロシア海軍の北方艦隊が発海に大使にラミを聞かせている。1933年8月2日の発海。 バルト海運河の完成以降、八海はバルト海と繋がっている。なお、トルコ語では地中海をオクデニツと言い,い、ブルガリア語ではエーゲ海のことをと呼ぶ。これらはいずれも八海の意味で国海に対比させた故障である。ありがとうございます。